ハリスに仕え、お吉に恋した下田の少年、スケゾーさんゆかりの場所をご紹介するシリーズ、スケゾー散歩第8回、下田八幡神社。例年8月14日、15日の2日間は、下田八幡神社例大祭が行われます。各町内からは自慢の太鼓台が一日中町を練り歩き、笛や三味線の音色が響き渡ります。下田八幡神社例大祭の歴史も古く、元和元年1615年大阪夏の陣に大勝した徳川軍が大阪城へ入城する際、徳川の威厳を示し、士気を鼓舞して堂々と入城した陣太鼓をヒントにしたお祭り。江戸時代、防風林の植林などを行ったことでも知られる名奉行、今村伝四郎正長が町の人たちの絆を深めるために始めさせたものだそうです。さて、下田八幡神社例大祭は別名下田太鼓祭りとも呼ばれています。立派な太鼓台もありますから、その太鼓台のことかと思いきや、それだけではありません。グブ道具と呼ばれる小さな神輿11基を太い縄でつなぎ、若い衆が総出で両側から一気に担ぎ上げます。その勢いで持ち上がるグブ道具にアーチを描かせて作る巨大な太鼓橋のことでもあるんです。残念ながら私はまだ実際に見たことはありませんが、これがものすごい迫力だとか。若い衆の息が合わないと重たい道具はまっすぐには上がりません。見事に弧を描いた時には拍手喝采、感動の嵐。それにしても、一体この町には何丁の三味線があるんでしょう。さすがお吉さんの町下田です。お吉さんこと斉藤吉さんは、初の駐日アメリカ領事として来日したタウンゼント・ハリスが病気になった時、玉泉寺に看病へ行ったことで、後に唐人お吉として有名になりました。同じ時期に通訳ヒュースケンの女中として雇われていたのがお福さんです。お福さんはもともと南伊豆の出身、早くに父親を亡くし、再婚した母親の連れ子として下田にやってきました。その時お福さんが住んでいたのは現在のペリーロードの一角にあたる場所です。お福さんの義理のお父さんはその場所で京地屋の職人さんをしていました。玉泉寺の障子を張り替えに行っていた義理のお父さんにお弁当を届けに行ったお福さんの姿を見たヒュースケンが一目惚れをして、なんとかガールフレンドにしようと画策したという話も残っているようですが、真相は分かりません。ただ一般的に知られた唐人お吉の物語で、銭湯から出てきたお吉さんを見たハリスが一目惚れをして我が物にしようとしたという話は全くの作り話だと考えられます。ところで、開国の頃、日本人男性の平均身長は150センチ程度でした。ペリー提督率いる黒船が神奈川に上陸した際、幕府は米などをプレゼントしていますが、大きな体をした西洋人たちにバカにされないよう、さらに体の大きな力士たちに御神物を船まで運ばせ、相撲まで披露しています。唐人お吉の研究で知られる下田の郷土史家村松春水によると、お吉さんもお福さんも当時の女性としてはかなり背が高かったようです。ハリスは身長が180センチもありましたから、そこへ看病に行かせるなら大柄の女性をということになったのかもしれません。かつてこの若い衆の中に助蔵さんや滝蔵さん、お吉さんやお福さんの姿もきっとあったことでしょう。
残念ながら2020年、そして今年の2021年と新型コロナウイルス感染防止のためにこのお祭りは見に行けませんが、いつかきっと私もこの熱気を感じに行きたいと思います。